日本民芸館は東京都目黒区小場4丁目にある伝統的工芸品を主に収蔵展示する美術館。宗教哲学者、美術研究家で民芸運動の主唱者でもあった龍宗義氏によって創設された。運営は公益財団法人日本民芸館。日本民芸館の創設者であるリ宗ウ・は日本各地の焼き物、染色、漆器、 日曜崎、朝鮮王朝時代の美術工芸品、木期の仏像など、それまでの美術史が正当に評価してこなかった、西洋的な意味でのファインアートでもなく高価な、古美術品でもない、無名の職人による民衆的美術工芸の美を発掘し、世に紹介することに努め、民芸運動を創始したことでも知られている。 柳は1889年、東京に生まれた。青年期には、武者の工事サネアツ、死がなおやらと共に、雑誌、白樺の同人となり、オーギストロダンなどの西洋近代美術を日本へ紹介することに尽力した。また、イギリスの詩人で画家でもある、ウィリアム・ブレイクに傾倒し、ブレイクに関するいくつかの著作もある。柳は1914年、 朝鮮当時研究家の浅川白卿との出会いを通じて朝鮮の美術に関心を持つようになる。浅川は当時柳が所有していたロダンの彫刻を見せてもらうため、それまで面識のなかった柳を千葉県阿弥子の自宅に訪問した。その際、浅川が土産に持参した朝鮮の白字に見せられた柳は、以後朝鮮半島、特に朝鮮王朝時代の美術に傾倒し、 1916年以降、たびたび包丁するようになる。朝鮮半島は1910年以来日本の支配下にあったが、柳は朝鮮独自の文化を無視しようとする日本政府の政策に反発し、当時の美術師や,や収集家がほとんど変えるみなかった、朝鮮王朝時代の白磁、民が家具などの素朴な美を世に紹介することに努めた。百二十一年には、 東京、神田にて、日本初の朝鮮美術展を開催、1924年には、浅川白鏡と弟の浅川匠の援助を得て、ソウルの慶福区内に、朝鮮民族美術館を開設するに至った。柳は、日本各地に、個性的な仏像を残した江戸時代の遊行像、木敷の再発見者としても知られ、1923年以来、 木敷の辞席を求めて、佐道をはじめ日本各地に調査旅行をしている。同じ1923年の関東大震災の大被害を契機として、京都に今を移した柳は、実作者である浜田昭治、河合勘次郎らの同志とともに、いわゆる民芸運動を展開した。民芸品売り場、民芸場の家具など、現代日本語の表現として定着している民芸という言葉自体が、 この時期流羅によって使い始められた造語である。柳、浜田、河井らは当時の美術界ではほとんど無視されていた日本各地の日常雑記日用品など無名の工人による民衆的工芸品の中に真の美を見出し、これを世に広く紹介する活動に尽力した。運動の中心であった柳は当時ほとんど研究が進んでおらず、 美術品としての評価も定まっていなかった日本各地の民衆的工芸品の調査、収集のため日本全国を精力的に旅した。柳はこうして収集した工芸品を私有せず広く一般に公開したいと考えていた。当初は提出博物館に収集品を寄贈しようと考えていたが寄贈は博物館側から拒否された。 京都に10年ほど住んだ後に再び東京へ京を移した柳は、実業家、大原孫三郎より経済面の援助を得て、1936年、東京、駒場の自定隣に日本民芸館を開設した。木造瓦原武器2階建ての蔵造りを思わせる日本民芸館本館は、第二次世界大戦にも焼け残り、戦後も民芸運動の拠点として、 地道に活動を継続してきた。俗文、篠平八16世紀日本民芸館は広大な駒場公園に隣接し、付近は東京大学駒場キャンパス、日本近代文学館、旧前田公爵邸などが所在する文京地区であるが、開館当時は水田と竹藪に囲まれた東京の郊外であった。日本民芸館本館は、 木造2階建て瓦原武器の蔵作り風建築で1階部分の外壁には大谷石を張り2階部分は白壁とする木造の本館の背後には鉄筋コンクリート造りの新館が立つが本館と新館は内部で連絡しており一体となった内部空間を形成している本館内部は1.2階とも中央の階段ホールを挟んで左右に2部屋ずつ 計8部屋があるこのうち1階左手前の一室はミュージアムショップで出版物や新作民芸品の売店として使われ他の7室が展示室となっている2階奥の新館部分には天井の高い特別展示室が設けられ年数回開催される企画展示の会場となっている観覧車は本館入り口で靴をスリッパに履き替えて入館する館内は1階 ホール部分が大谷一子敷その他は板敷きの床となっており、最高には紙障子が使われ、陳列ケースも木製のものを用いるなど、純和風のインテリアになっている。展示品の名称は小さな板に手書き文字で書かれ、題名以外の解説的な文章は一切添えられていない。これは知識の前にまず無心に物と向かい合うべきだという。 柳の心情に基づくものである。日本民芸館の館長は、初代は、竜宗義自身、二代目が浜田昌司三代目は宗義長男の竜総理が就任した。2006年夏に館長を退任し、名誉館長につき、四代目館長に小林太郎が就任。2012年に五代目館長に深澤直人が就任した。 松江大小根鉢被前日本民営館は第二次世界大戦以前に開館した日本でも数少ない美術館の一つである。近代日本における美術コレクターの多くは大実業家であり茶人であって彼らの収集は名物の茶道具を中心としたものが多かった。これに対し、龍宗義の収集品は当時の美術界ではほとんど注目されず、 ただ同然の安価で購入できた実用品、日常雑器の類いである。柳は品物の伝来、由緒、名の有無などにはこだわらず、自己の直感で美しいと信じるものを収集していった。1947年に柳自らが記した民芸館案内という文章によれば、民芸とは民衆的な工芸品の意である。柳は日本民芸館は、 工芸品を収集の中心とし、美術品についても工芸的な美しさを持ったものを収集の対象とすると述べている。柳にとって民芸品の調査、収集は文化人類学や民族学研究のための手段ではなく、美しいものを求めること自体が第一の目的であった。柳の考える美とは生活の中の美、実用に即した器物の美であり、 本人が、しばしば用いる言葉に従えば、正しい工芸品、健康の美、正常の美であった。館の収集品もこうした柳の美意識に沿って集められている。収蔵品は、絵画、陶磁器、漆器、染色品など多岐にわたるが、柳の収集の特色を顕著に示すものとしては、朝鮮半島の白磁、染付などの陶磁器、朝鮮民画、初期イマリの染付、 コタンはやき、大杖、木敷の仏像、沖縄の染色品や陶芸、カズキ、コギンなどの東北地方の染色品、スリップウェアなどのイギリスの古藤記、浜田昌司、河合勘次郎、バーナードリーチ、芹沢圭介、宗方志光などの同人作家の作品などがある。西立民芸運動の賛同者たちにより建てられ、運営されている民芸館が日本各地に存在する。 また、無名の職人たちの工芸品や民芸運動関係者らの作品は民芸運動の支援者によっても収集され、大原孫三郎のコレクションは、大原美術館の工芸館に、山本た三郎のコレクションは、京都の朝日ビール大山崎三層美術館に、図紙冷蔵のコレクションは、瞳美術館にある。ありがとうございます。